群馬県立群馬天文台は、群馬県東ず群港、山村中山に位置する公開天文台である。群馬県の人口が1993年に200万人に達したこと、及び日本人女性初の宇宙飛行士である、向井千明が宇宙に旅立ったことを記念し、県民に宇宙に対する関心を高め、次世代を担う子供たちのための教育のために建設された。 11メートルドーム150センチメートル反射望遠鏡、7メートルドーム65センチメートル反射望遠鏡、65センチメートル反射式望遠鏡と小型望遠鏡は深夜の占有使用が可能である。移動式望遠鏡については観測スペースにて使用できる。大外への持ち出しはできない。占有利用を行う場合には群馬天文台における 望遠鏡使用資格取得講習会に参加し、望遠鏡の使用資格を取得する必要がある。使用資格を維持するためには、年に1回のユーザーミーティングに参加しなければならない。望遠鏡を持参する場合は、使用資格がなくても観測スペースを利用できる。詳細については、群馬天文台 HP を参照のこと。ジャンタルマンタルの人形。 サムラートヤントラストーンサークル本館1階には、受付、売店、映像ホール、事務室等が設置されている。映像ホールは、天文講演会等のイベント、学校利用、学術研究会などに使用される。本館2階には、太陽展示コーナー、構成進化の展示パネル、観測機器の説明模型、データ解析についての説明展示などが設置されている。 太陽展示コーナーでは、晴れていれば、直径約1メートルの直接投影像や、長さ約1メートルの太陽スペクトル、Hα 像などを観察することができる。大きな直接投影像が見られる施設は、全国でも極めて数が少ない。屋外には、18世紀のインドの天体観測施設、ジャンタルマンタルや、約4000年前のイングランドのストーンサークルを、 縮小して再現した展示が設けてあり、実際に星々の位置観察ができるようになっている。また、車のサーチライト等の明かりによる光害や、大面積の舗装面に蓄積された熱の発散による空気の揺らぎを避けるために、駐車場を天文台本体から離れた場所に設置してある。 そのため駐車場から本館までは、標高差約70メートル、距離約600メートルの遊歩道が設けてある。日本天文学会の総会なども開かれたことがある。また、スターウォッチングや流星群の観測等でも多くの県民の方々が参加される。近年、東映制作のスーパー戦隊シリーズや平成仮面ライダーシリーズなどの特撮番組をはじめ、テレビドラマや映画などに、 群馬天文台の天文台やストーンサークルを使ってロケーション撮影が行われることがある。テレビほか映画ほか、ありがとうございます。